もう始めてから4時間くらいもう経過しちゃったんですけど、4時間でもう焼き鳥食ってたんですけど、今何種類ですっけ？今17。17種類ですよね。ようやく一番見つけやすいと思ってた寺西がここで来て見つかった。行きます？もう向こう。行こう。行こう。頑張ろう。とりあえず21種類ってところで全然見つからないので、もう最終手段のところに来ました。来ましたっつってもすごい高い山に登ってきただけなんですけど、ここだったらね、鉱山のあり見つかりますよね。ここならまあ種類が稼いですね。ですよね、うん、っていうかもう実はここにもう1匹いるんですよ、1種類実は。っていうね、エゾクシキアリがいます。これでね、22種類目なんですよ、エゾクシ。ここで赤山を見つけたいですけど、います？いますか？じゃん、この辺に23種類目ですね。22種類目か、23種類目、23種類目のアリ、赤山アリです。今日赤山見に来るとは思わなかったな。よいしょ。なんとここで一気に3種類見つけてくれました。よいしょ。黄色ケアリかな。それから24種類目が黄色キャリーだとして、25種類目がハラクシケですね。ハラクシケアリ25種類目見つかりましたね。はい、さらにあそこからかなり上のところまで上がってきて、もう今度は本当のレア種というか高山種狙いで探しに来ました。それだと何が取れますかね。黒木見つけますか。とりあえず撮影できれば OK ですからね、うん、この辺とか。あれ、これどうだ。これ黒木。あ、これ黒木だ。あ、一発。黒木一発で取れました。取れたというか見つけました。やば、すごい、いるんすよ黒木。ちょっと早めに黒木取れたのは めっちゃでかいですね、うん、ものすごい高い山にしかいないクシキアリだから結構見つからないんですよね。これが結構珍しいよね。結構珍しいですよね。いやー、黒木取れた。やっぱりちょっとでかくていいですね、黒木は、うん、他のクシケよりも。なんか、かっこいいね。はい、かっこいいです。かっこいいですけど、飼育は不可能ですよね。うん、もう飼育はできない。飼育はできません。うん。はい、ということで、黒木クシケアリで、26種類目ですね。一応、算出したんですけど、うん、あと、山黒山アリと、うん、カラフトと、うん、ツヤクシケアリと、タカネミネボスは、完璧ですね、じゃあね、これは。あんまりこの制作環境は撮影できないですけど、解説は、うわ、寒い。寒いですか、やっぱ。こんなとこに、半袖で来るの、ないでしょ。ゆうちゃん、そうなんですよね。まだ6月で、本当に雪解け
で、直後なんですよね。山の高い山の上って。で、こんなところだと、ツヤクシキがいるんですよね。ザレバ。でもどうでしょうね。寒いから上に上がってきてないんじゃないかな。あ、いた！いました、いました。山黒山ありです。17種類目。いました、いました。これは幸先がいいですね。あれ、今取れてたのかな、俺取れてたか分かんないですけど、とりあえず今山黒山ありとツヤクシキアリの2種類と、あとさっき黒キクシキアリが見つけられましたので、これ一気に3種稼ぐ、はい、3種稼いで今28種なんで、あと2種類です。ジョウアリがいる。ハラクシケアリのジョウアリがいますわ。これはすごいな。これはハラクシですね。ちょっとすみません、やばい、いない。28種類でいいんじゃないですか、もうここまで来て。よし、とりあえずじゃあまた少し降りてきたんで、また違うアリを探して行きましょう。やっぱカラフトっすよね、この辺りは。狙いたいね。あ、これどうすか。カラフトっぽかったよ。カラフトですね、これ、ね、ここにいますよ。そうですね、これは国家型ではないはず。来てくれた、来てくれた。そっちいます。こっちも裏登っていっちゃう。ここに今いるんですよね。とりあえずここで29種類目のカラフトクロを見つけることができました。あと1種類ですね。どうするか。足長でいいんじゃないですか。足長いって。はい。足長ならでワンチャンある気がするんですよね。はい、また場所変えました。もうリーチかかってるんですけど、高根胸ボサリが全く見つからなかったんで、もう別のものを探してかなり下までまた降りてきました。有吉さんがなんか、これくらいの標高だったら足長がいるっていう話なんで、ちょっと足長狙いで行きますか。いますいないですか。ヤマトですか。それはまずいですね。これは足長ですよ。足長だね。これは足長ですよ。足長だね。やったね。おー、結構すんなり最後見つかりましたね。見つかったね。おー、ここにがあ、ここっすか、うん、ここヤマトじゃないですよね、本当に。大丈夫ですか、本当。わかんない、もう足長にしとこそうですね、ちょっとぼやかしてちょっと撮っていきましょうか。じゃあ書いた、はい、リストにナンバーをつけてみて、はい、ぴったり30ですか。30出ました。ラストがまさかの足長ありでしたね足長ありもすぐ見つかると思ったんですけど、なかなか。いや、でもすごいっすわ、ピンポイントで引き当てるっていうのがピンポイントすぎる。本当っすね。じゃあとりあえず何時間かかりましたか今何時ですか。5時ですか。5時7時間10時からやって
4時間で終わるって言っときながら7時間で。あのね、やっぱりね、半年なんて無理ですよ。初めてのところはね、はい、きついよ。まあ、正直ちょっと最後、奥の手使っちゃったじゃないですか、もう。もう、邪道ですよね。標高を上げれば確かに見つかりますからね。同じ場所で30社はさすがに無理です。はい。とりあえずでも今回は、あの、古いと枝折りをしないで30社見つけられたんで、うん、それはすごいですね。すごいですよね。その辺歩いてるやつを見つけて、うん、すげえ画質悪いですからね、これ。全然わかんねえよって言われそうだけど。まあ、とりあえずこれでよかったっす。はい。はい、7時間お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。まあ、また今度はなんか、30種類4時間で済ましたいっすね。楽しかったっすけど、疲れました。あの、種類多いから、撮影の時間に割けなくて、うん。はい。まあいいや。じゃあ、こんな感じでいいですかね、今日は。はい。はい、じゃあ帰りましょう。はい。